から NEXCO 東日本です。午後0時50分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに関越道を新潟方面へ向かわれる方にお知らせします。6日町インターから奈良岡ジャンクションまでの区間で雨が降っています。続いて県王道を久喜白岡方面へ向かわれる方にお知らせします。白岡ジャンクションを先頭に白岡総武インターまで3キロほど交通集中のため渋滞しています。ハイウェイラジオ北関東道駒形よりお伝えしました。